特撮、ドラマ、役者さん、好きなものを語るラジオチャンネル、ゆうちゃまの独り言。アニメ、長戸ゆきちゃんの小説の魅力を語ろう。どうもゆうちゃまです。鈴宮春日の憂鬱を見ていた自分にとって、この作品はスピンオフを見てるような、オアシスのようなアニメでしたね。小説を見てると、こう、また感慨深いですよね。あの鈴宮春日の小説、あの映画があって、あ、この世界観があるのかなと。長戸がね、こう、少女漫画のヒロイン感がすごい。憂鬱の時は、あまり喜怒哀楽のような感情表現っていうのが乏しかったんですけれども、そのセリフや、まあ、かすかな仕草で、まあ、喜んでるというか、悲しんでるというか、もうその長戸のこう、感情を読み取るのが結構面白かったって感じなんですけど、こっちの長戸ゆきちゃんは、もう、キョン君大好きみたいなね、もうこう、恋愛少女。あの、乙女。恋愛モード全開なのが良かったです。春日が恋がたきっていうのもなんかね、不思議な感じしました。なんか春日って主役じゃないとまたこう違った目線で見えて面白かったですね。もうただの可愛いヒロインというか、鈴宮春日って今考えてみるとキョン君好きな人の集まりな気はしますよね。もうキョン君いろんな人に愛されてるんだなっていうのを再認識できました。この作品では朝倉さん、ただただ優しいっていうのが、ちょっと逆に、ちょっと不気味で、不思議な感じでした。なんかその憂鬱の時とかがあったんで、なんか、ただのいい人すぎて逆に怖かったです。あれ？こんなにも長戸の助けをしてくれるの？恋愛のアシストしてくれるの？的な。もう小説や憂鬱の時は、ちょっとやっぱり、こう、長戸の敵っていうのもあって、サイコパス感ありましたよね。なんで、ここではちょっと平和でよかったです。この作品でののほほんとしてるのがまた良かったです。この作品の中で普通の長戸、あのデータベースのような長戸になる時があるんですけど、僕的にはこっちの長戸の方が好きだなって思いました。あのなんか淡々と読み上げるあの感じがね、僕はやっぱ好きですね。長戸ゆきちゃんも可愛いんですけど、あの長戸ゆきが僕は好きですなんでこの作品の中で出てきてちょっと嬉しかったです。この作品のね、そのゆったりした雰囲気は結構好きでしたね。ゆうちゃまの独り言を最後まで聞いていただき本当にありがとうございます。よかったら他の動画もぜひぜひ覗いていってくださいね。チャンネル登録、高評価、コメントお待ちしております。それではまたね。ゆうちゃまでした。